中島事情事情皆さんこんばんは。中島よしき事情パーソナリティ、この番組ももう100回になりましたよ。中島よしきです。この番組は文化放送とはなかなかご縁がなかった僕中島よしきが、これまで培ったノウハウを存分に発揮しつつ、さらには番組作りの裏側を見せながら組み立てていく裏を持てない実直型新ラジオ番組です。あ、12月3日に100、1、2、3だーということで100だ無理やり100回目です。おめでとうございます。ただちょっとね、この平番組のディレクターがですね、全くなんか別にテンション上がってないんですよ。100回ですよ、あなた。だからまあ、だから続けたきゃ絶対なるし誰だってね、100何回だろうが今日初めて聞いた人にとってはその1回が第1回。ハハハハハ。毎日がそのつもりでやってらこっちだっていや、ただまあおかげさまで続けられたというね。なんか別に確かに、なんか言われれば言われるほど、なんかその数字で言わ必要なくなってくるなみたいな感じしますけどね。やっぱ最終回じゃないですか。卒コン。多分10周年とかは。はい。さすがに記念じゃん。そうですね。はい。10年続いたらそれはすごい。みんなすごいってことですからね。みんなすごい。じゃあ10年目指すかどうかは置いといて。この流れは多分目指す流れだったんですけどまあ10年目指すかどうかは置いといてね、変わらずやっていきたいと思います。それでは中島式による中島式事情スタートです。中島よしき事情。この番組はニジスタの提供でお送りします。ここそこで切られてるぐらいな、このように思いました。あ、サラデラリヒケドコスドコ G シャク埋めろ。あ、中島よしき事情。改めまして中島よしきです。先ほども言いましたけど、今夜は記念すべき事情の100回。あ、これ何、無印を含めないで100回ってこと。そうじゃない。あ、すごいじゃん。じゃあ120何回ぐらいやってるってことでしょ。どうだろう高橋君、無印を含めないで。無印ってワンクールやってたじゃない。うん、ああ、そう、あ、はい。それを含めずに。いや、事情を含めて100。あ、無印含め。オレンジです。オレンジ。わちゃわちゃすんなって。だ、無印含めないで100回だと思います。うん、すごいじゃん。はい、それはじゃあもうとっくに100回なんかやってたってことじゃん。トータルでは。まあ、あの、じゃあ番組プロデューサーの高橋です。なんか100回だからなんかないの。いや、イベントやりましょう。軽いなイベントやりましょうよ。いや、あの僕あれなんですよ。なんですか。100回を迎えた番組、うん、多分 この番組しか経験したことない。ああ、まあそれこそ初期からだからね。はい、ちょっと上がってます。入社してからほんと一番最初の方に担当した番組で続いてるやつってことだもんね。そうですね。あ、様式ぐらいじゃないですかね。入社してからずっと番組変わってない。あ、そうなの。知らねえよ。それはあなたの中のあれだけど。私の中のあれ。じゃあ上がってんだ。ちょっとはい、上がってます。上がってんですって。じゃあ、何イベントやるの。え、やりたくないですか。まあどちらかというとやりたいかな。あ、ありがとうございます。いや、もう実は実はもうあのちょっと勝手にちょっと決めこの日いいかなみたいな日はあるんですよ。実は俺のスケジュールもあの抑えて。おい、まだ言えないよね。まあふんわり時期だけ言っとけば。ふんわり、うん、3月19ですからね。あ、ふんわりしてないあとごめん、思ってる先だってもう100回とか関係ないじゃん。3月はさ19です。日曜日。あ、なんかイベント今知りました。いや、お待ちしております。お待ちしております。俺の本当にやるの。本当にやる。ほんほん
よしきは抑えてる。俺はよしさんも抑えてます。2人は矢島さんも抑えております。え、そうなの。いや、え、あ、一応仮は入ってるから。仮じゃ確定にして。あれ坂本さんも抑えてますよね。なんか翔さんが11日よくわかんないけど空いてますかって言われて。あ、そうそうです、なんか飯かなみたいな。仮入ってる。仮入ってる。なに、ね、それ何新年会でもする。3月だよ。あの送る方だよ多分。確かに確かに送別会。キャパは、あ、まだです。キャパまだってどこだ。あ、会場がってこと。だいたいどんぐらいがってことを想定ですか。人数、会場はまだ決まってない。会場決まってないですよ。いや胸張って言うね。ちょっと待って。皆さん、混乱まだ仮です。いやでもだって会場決まんなかったらさ。いやでも12回ホール押さえてるんで。12回、はい、はい、メディアプラスホールね。メディアプラスホールです。あの、はい、DVD のイベントやったけど、はい、だからあの最悪そこってことね。あの4回回し。4回回し。おー、喉ちぎれちゃうよ。11時ぐらいからやるってこと、まあ、やったことないけど。11時ぐらい、最後第4部が19時ぐらいってこと。喉ちぎれちゃうよ俺。まあ、1時間。いや90分4回回してほんとマジすごいな。いや1時間じゃないですか。1時間にしてください。お願いします。1時間にしてください。あ、ごめん、だとしても4時間やけど。そうだね、4時間。あー、そうか、まあそれは楽しみですけど。はい、まあ何、12回一応抑えてるけど、はい、他のところでもうちょっと他も人が入れそうなところを使えそうだったら。あ、もうもちろんです。2回回しとかになる可能性も。あ、もう十分に今そちらは走ってます。そう、荒川の河川敷とかじゃダメだ。青空公開録音。そうそうそう、何か外借りるの。何を借り、荒川区に言えばいいの。申請をちょっと野球しない。野球しろよじゃあ。まさかの外。じゃあね、じゃあちょっととりあえず日付だけ。あ、皆さん、あの3月19日、2023年の3月19日、ちょっと終日ください、僕に。まあ、あと多分ですけど、はい、そんなことにはなんないと思いますけど、はい、日付的に、うん、だいぶ卒業式。そうだね、みんなも卒業とかになってるかもしれないね。この番組もわかんない。そう、番組も卒業かもしれないよね。そうなんですよ。いや、ほら、あの、いや、ほら、いや、だって、こっちは冗談で言ってる。違う。卒婚？違う。俺の？ドレス着なきゃ。いや青の。私も、あの、一社員なんで、まだその、ね、この継続が決まるか決まらないか、はい、分かんない分からない部分があるので、ね、まあ、3月19日はまあちょっとそういう可能性もなきにしもあらず、はい、最後のイベントになる可能性も。もう全然マジ？それですごいな、それすごい、その煽り方すごいな。そのやばいよね。それで、大やりまーって普通継続で、ね、継続でーすって暴動ですよ、そんな。いや、最後だからっつって来たのにさ、みたいな。全部ふわふわしてるんで、情報が。だから決まってるのが、3月19日にやるっていうことは決まってるので、3月19日を皆さん開けといてください、はい、ということですな。はい、そうですね。ぜひお待ちしております。前回はのイベントがとっても楽しかったって、うん、俺と坂本さんでよく話す。あ、それ俺めっちゃびっくりするんですよ。本当に矢島さんも坂本さんも揃って、あ、楽しかったなって言うんで。俺はね、あれは楽しかったよね。俺は本当にあんなにトングカンカンやってるんだと思って。してない方にはちょっと若干伝わらないんですけど、そう、DVD の中で僕が料理をするっていうシーンがあるんですけど、ちょ、癖なんですよ。その使ったトングをね、こうかき回したりするじゃない。それでフライパンにってこう2回なの。2回。それを知ってから、今年の4月とかに知ってから、はいはい、俺マジで気にするようになって。家でもあれ見事だったよね。うん、本当に本当に2回すんな途中で聞いてたんだよ。うん、であれ次来る、はい、トントン。本当に2回しかやらないの。しかも3回とかないの、2回しかやらないから。また来るよ、また来るよ。そうだから本当にそれ以降俺家でも、まあ、2回の時もあるけど、3回やったりとか1回やったりとかやらなかったりとか。いいじゃん2回で。いや、でもなんかすごい、そうしてみて気に見ると気になるじゃん。うん、
見せることもないけど、うん、やだよ俺坂本さんがうちに遊びに来て、じゃあなんか作るわっつってずっとやっぱ2回やってんなって言われる言うんでしょ、やだから直したいのよやだよ俺将来の奥さんとかにあんたまた2回やってるわねとか言われるっていうのがね、まだ DVD 売ってたっけ、 DVD 売ってます、わからない方はぜひねそれ目当てで買うんじゃねえよ恥ずかしい恥ずかしいよいいけど、まあ、あの時はね、なんか一味全員で出てやってましたけど、4人ともね、うん、オールスターでイベントはね、楽しかったねでもほら、あのリスナーの中にはおじさん見たくない人もいるからさえ、よしき聞いててこんだけおじさん喋ってるおじさん、おじさんばっかりが喋ってるのにすげえ申し訳ない気分になったほら、おじさんの楽しい気分返してよみんなまあでも今回はその別に DVD 今のところ出ないですから、そうです、ね、どういうイベントになるのかっていうのを多分まだふわふわしてるけど、本当に3月もう一回やるって選択肢はちょっとないよね、ないよあんなないだろ、タイムラグもすごいしさもう新鮮な気持ちなんで見れないよなんでこすり倒してあれをもう一回見るってそうそうだからでもトントンはもう一回見よう、みんなで、いややだよトントンだね、トントン感傷がやだ、トントン感傷がやだよやだっていう回をやりたいなと思いますので、普段ね聞いてくださってる方もそうでない方も遊びに来てくださいよ、うん、3月皆さんのね予定、本当に俺も卒業式だいみたいな人もねいそうですね、確かにね、確かにそういうシーズンですね、うん、ですね、あれはされてる、墓までね、あ墓まで来てくれるですけど、まあいつかのね畑中佑がフブラジに卒業式終わりにスーツで来たことがありますけど大学の卒業の卒業式終わってそのままスタジオ来てくれたすごいとかしたこともありましたからね、墓まで来てくれたらいつくそいじります、それは本当に、お卒業ですかみたいな、まあ、いじるというかね、その触れます、そうね、卒業、あ、全然卒業式とかじゃなくてないんかいみたいな卒業式も墓までいいじゃん、なんでだよ本当に卒業式やる気か卒業しまうぞ、よしきからの、そうですよ、いや本当に何切るの、何切るの何切るの、まあ、場所にもよるやろ確かにどこでやるか、メディアプラスオールだったら別に何でもいいだろう、ちょっと今のうちからね、多分今一番考える時でこれ、うん、今多分そこでテーマ決まっちゃうじゃん、今聞いたんだろう、やっぱりさ、いや1週間前ぐらいなら一生考えるのは、いや1週間前ってことない細工の日ですか、細工の日かな、細工すごい広がらなさそうな3月19日記念日なんかあるかな、先々でさイメージがさ卒業シーズンしかちょっと分かんない、そうですね、みんな桜色で来る、ああ、ね、桜もね、嬉しい嬉しいもうすぐ新しい生活も始まりますね、新生活どういうイベントを想定してるの、いや今のとこ空っぽですねすごいな、すごい、まだ言えませんって枠だけ持ってきてとりあえずやりたいとりあえずやりたいという気持ちだけが、大丈夫、やりたいという気持ち、はい、でもそれさたまたまとりあえず枠決めといたからあとは決めといたよ面白いな、ちょうだい、そう、名プロデューサーやんすごい、だってこれ100回だから今日言っただけで100回のイベントでも何でもないわけでしょ、まあそうなりますねまあさ、らしいじゃないですか、はい、喜んでいただけてるんですかね、まあちょっと近くなったらさ、はい、まあ、リスナーさんの意見も聞きたい、そうですね、うん、どんなことをやってほしいのかみたいな、まあイベントですから公開録音とかではなくね、歌唱、うん、はどうですか、別にやりますよ、うわ何歌ってんの、ひな祭りの曲とか、あれやってくれんの、やるやるやる、いやそれは日本コロンビアにちゃんと許可取って、うん、あそうです、ね、わかりましたおい、お実現するぞこれちょうど3月だしな、じゃあちょっとスーツじゃん、
あそうですね。いや、まあ、ひな祭りのイベントになる。じゃあ3月19日。おい、田中孝子呼べ。そうです。ピリピリしちゃうね。ひかささんもね。何のイベントか。ポンドちゃんとかね。カワニシ君もね。カワニさんとかね。ひな祭りのひな祭りのイベント勝手にやる？角川に向くかで。いや、結果的にみたいな。結果。おかしいな、たまたまみたいな。いやいや、ね、仲いい人呼んじゃいました。あ、呼んだらなんか、あれ日の祭りじゃね、じゃあ歌いますって流れてくる。そう、すごいぜ、それ。怒られるな。怒られるよ、うん、どこが怒るのかも分かんないぐらい怒られる全部が怒るんじゃない、それ、うん、ラジオも別に QR じゃなかったしラジオ温泉だったしねあ、でもね、その歌でもしね、OK だったらいいね。別に歌う分には全然いいね。あ、素晴らしい。4回しではきついよ。え、4回回し、歌の部もあるよみたいな。ああ、そしたらなんかあれだね、 4個ね、うん、色を変えるみたいなのあるかもしれないですけど、もうめんどくさいけどね。いや、いいけど坂本さん嫌われた本を書くのはね、坂本さん、まあ、でも違うかも、ね、うん、でもまあ1時間だから。そうだね違うんだったらね、面白いですね、秘書点検したい。中にはさ、DVD の見る会いや、だから、ただ見たいだけじゃん。3ページでしたの、ね、どれかなーっつって、あれに関してはね、そう、前回のやつそのまま持ってたそうだね、オープニングで、あーどうもこんにちはって出てきて、あの DVD 見るって書いてあって、エンディングの台本3枚しかなかった。これ台本って言うのかみたいなガチャみたいなさ、ガチャ来るまで分かんない、誰が来るか。あー、なるほど。怒られるかな。怒られますよ、さすがに怒られますよデメディかよおい、俺外れに来ちまったよ外れじゃねえバカ誰が外れ DVD だよちゃんと作ったんだから、あれだってはあ、まあ、というわけで、もう繰り返しになりますけど、3月19日の日曜日に、中島屋敷地上のイベントがあるということで、それだけご注意いただいて、まあ、もうちょっと近くなったらいろんな詳しい情報が出るでしょう。まあね、券売チケットの情報とか、うん、まあ、会場とかもそうですけど、うん、あと時間とかね、うん、本当に4回回しなのか、うん、場所がね、メディアプラスホールじゃなくて、いや、もう本人さん言わない方がいいよ言霊があってあるからさ4回回し？あの僕らが思ってる以上にきついですよ。いや、きついきつい。これは2時間のイベントを2回回しより1時間のイベントを4回回しの方がきついですからね。だってな、あのもしさ、投資で来てくれる1回目からね、当たった方もいる、4回目まで、そうじゃない方もいたりするとさ、やっぱり違う話しなきゃいけないからさ。うん、ちょっと坂本さんだってフリートーク全部つけるよ。そうで、近況トークみたいな近況4つもねえよみたいな。まあ書かざるを得ないですね。うん、坂本さんの4回目どんどん薄くなってくるんですか近況が。薄いよ薄いよ。ご発声ご発声。声出し解禁してるかもしれないからね。そうだね、3月に、ね。うん、薄いよ。うちは作ろうよ。ああ。でも薄いよって言われたら矢島さんが誰が薄いんだよって。薄いんだよ、薄いんだからね。傷つくだけだよ。誰が薄いんだよ、言わないで。誰も言ってないのに。ダメだな。いや、悲しいな。あー、これラジオ本当に大丈夫これ本当に懐かしい。よしき無印を思い出す。これ本当に大丈夫。超 A&G 流して本当に会議とも言えない雑談やらない話9割ぐらい喋ってるそう、薄いよ、一番絶対出ないもんね簡単に作るのやばかった。みんなが作ってよ、それはもう薄いよ待って、俺が気づくじゃん。自分で言ったんだろ。はあ、もう一回言いますけど、3月19日ちょっと内容がほら分散しちゃうから、決まってることは3月19日の日曜日にイベントがあるということで、お楽しみにしていてください。高橋君、マジであの会場ボケとかしなくていいからね。ああ、そう、確かに本当に荒川区の河川敷押さえてこないでね。あるし、パシフィコとか。おお。お前マジで
知らねえぞ。自分の首締まってるだけだからそれ。あとなんか、あと俺が気づくかんなそれ。ああ来てくれてありがとう前の方にみたいな。大事にするな。高橋なんかすごいな。なんかさっての市民会館ですとかさ。あーさってのってどこ。さってって遠いですよね。さって、あーさって、どれぐらいかかります、こっから。ちょっとわかんないですね。さっては行ったことないでしょ。この前行田まで行った時は2時間ぐらいかかりましたね。行田はね、車で、車でだから電車だとね、ひょっとしたら同じぐらいか、駅からまた遠い可能性もね。まあ、近くの人はね、ありがたいかもしれないけど。確かにね、その地元、その地元の方もね、絶対いるでしょうからね。まあ、俺たちが大変だというのもね。そう、やっぱどこに行くにも出張ですから、やっぱ。マジで、ほんと、秋田とかさ。土曜日のスケジュールも取ってるちゃんと。そうなってくるよね。抑えました、秋田の会館。あと、それだと、坂本さんは前乗りできないからね。ちょっとね、北川の新幹線まで行くよ。朝で。乗りたいけどね。うん、確かに。そういうのもね。意味わかんないだろう。浜松町に曲あんだぞだって。うちの実家とかだ。うるせえな。帰省しようとしてる？うちの実家？実家ってやるの？実家でやる。お庭で。お庭で？いや。いいの？そっちかよ。じゃあそっちでって なってんじゃねえか。広いの？普通ですね。ビニールシート広げて何ぐらい座れる？お庭はでもここぐらい、そっちの打ち合わせスペースも含めて。あ、結構広い、結構広い。スタジオも含めて20人ぐらい、20人ぐらい行けんじゃない？20人ぐらい入れます。50人は入りますね。じゃああれじゃん、マイクもいらないじゃん。マイクいらないですね。何それ、やる意味あるかな。芋煮会みたいな。芋煮作るじゃん。あ、いいっすね。いいね、バスね。うん、仕出し、仕出しみたいになってる。来るかな。そう、結構遠いよね。でも新幹線でうちまで、あ、仙台駅まで2時間で、うちの最寄りまで10分。ああ、まあ結構比較的2時間半以内ではつけますね。東京からね。東京からね。いやいや、東京でやろうよ。そうだよ、東京でやろうよ。はい、文化放送のイベントなんだからさ。そうだよ、ね。メール読みます。孫さん、よしきさん、スタッフの皆さん、こんばんは。以前よしきで左右のペットボトルが発売されたというお話をしていたと思うんですが、最近朝日さんから美味しい水天然水左右が発売されましたね。以前のものは変えていないですが、今回変えました。左右の適温とされる50度から60度の販売ということで、通常の温かい飲み物で暑すぎてすぐ飲めない猫舌の私にとってはすごくちょうどいい温度ですし、紅茶が苦手でコーヒー系を飲むと高確率でお腹が痛くなる体質で、温かい飲み物はお茶かホットレモンしか選択肢がなかったので左右はとても助かります。よしきさんはペットボトルの左右購入されましたか？子犬とかくれんぼさんも自販機に左右が欲しいと言っていたこと覚えてらっしゃいますか？そんな屋敷さんに左右ですという写真付きで送りました、うん、僕もね買いましたもん。買いました、まあ、だからでもあのあれですね、これといった感想はないですけど左右なんで、まあ、想像は超えることないもんね。はい、あ、でもなんかちょうどいいなっていう温度感でしたね。瞬間か、あとなんかその手に握って暑いなと か、 なんか冬場でこれ握ってあったかいなってなるほどでもない感じ。それは販売機で売ってるの？はい、俺はコンビニで買いましたけど、うん、ホットコーナー、ホットコーナーのところで、あ、左右あるじゃんみたいな、でなんか飲みましたけど、もう、まあまあ、左右でした、うん、でもやっぱ便利だなと思いましたけどね。確かに、うん、ちょうどいい朝とかね、もううちはあのウォーターサーバーあるんで作れますけど、なんか出先でなんかちょっとしたお湯欲しくなるとき、はい、あると思うんですよね。ところに冷えたらただ水になるだけなんで、別にまずくもないし、なんかぬるくなった飲み物がね、あんま美味しくなくなったりとかするものもありますけど、まあ、水に関してはまあ適温の水になるってだけで、すごくコスパがいい商品だと思うんですけどね。出先だったらね、家だったら作りゃいいなと思うけど、あ、この なんつうの、これ何ミリぐらい、250、ちょっとちっちゃいめのちっちゃめの300ないぐらいかな、あれが、まずそのサイズ感もまたいいんですよ、それが500あっても困るでしょ。そもそもそのこういうさ、いわゆるこうコールド飲料のサイズ感でないでしょ、あったかい
あ、そう、確かに飲み物って、はい、その気持ちでかいちょっと 太くなって、ね、うん、ドラえもんみたいなこう、うん、なってるみたいな感じのものが多いから、うん、あれなんでなんでしょうね。冷めちゃうからじゃない。でもそれこそ冷めちゃう、ね、あ、そっか、このこっちの体積がこう、うん、そういうことか、なると表面積が増えると冷めるスピードが速くなるってことか、うん、飲み切るのもやっぱ、うん、それぐらいの、はいはいはい、うん、なるほどね、考えられてんだね、うん、左右いいですよ皆さん。豆乳さん、よしさんこんばんは。先日の車のインロックの話で思い出したので聞いてください。私が幼い頃、母の車に鍵と一緒に閉じ込められたことがあるそうです。おう、自分ではあまり覚えてないのですが、焦った母が外から鍵を開けるように指示していたのが私には伝わらず、かなり悪戦苦闘したそうです。開けて開けてっつって、その頃母が乗っていた車は車の開閉をハンドルで操作するタイプの車で、窓か、窓の開閉をハンドルでこう回すやつね。鍵が無理ならと母がハンドルを回すジェスチャーをしたそうです。その後指示通りハンドルを回して窓を開け、外から母が鍵を開け無事に救出されたそうです。外で必死でハンドルを回すジェスチャーをしていた母だけはなぜか覚えてます。回して回して、すごい、サードランナーがホームに生還する。あーね、手回しでね、もう今の人は知らないかもしれないですけど、うん、昔のね、昔そうでしたね、車の窓はこう手で回して、ちょっと思うけどさ、うん、なんか車がその、まあ、今大丈夫なのかもしれないけど、例えばその水没というか、はいはいはい、水がそうかかっちゃった時とかさ、はい、あの手回しだと絶対開きそうじゃん。確かに、なんか、ね、まあ、電動だとね、開かんなく、水没したらそれは無理でしょうね。うん、開かない、わかんない、考えられると思うけど、いや、それはね、その手回しで開け、でも手回しもなんか水圧とかで開かなくなるんじゃないですか、うん、思ってみたいに、水没まで行くやつは雨がすごい降っちゃって、はい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 、あの半分ぐらい水使っちゃうとかありますよね。そのドアは開けられないけど、うん、窓からなら脱出できるかもみたいなね。結果はでもそしたら悪いやつなんじゃない。あ、確かに、まあ、あのフロントとか意外とね割れやすいって言いますからね。そう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 、そういうこと、脱出できるようになってるらしいですけどね。いやー、ちっちゃい子は怖いですね。予期せないことをねやっぱしますからね。はい、というわけでエンディングです。メール募集してます。あなたが詳しいことを教えてください。事情は2、あなたの経験則にのっとったパーセンテージを大募集。その確率は何パーセント。若かりし頃の失敗談を募集中。そういうとこでは高橋君、シチュエーションとあなたの思う正解のセリフをセットで募集。恋愛方程式過去借り。メールアドレスはすべて小文字で yoshiki@joqr.net、 yoshiki@joqr.net まで。番組ツイッターもあります。アカウントは yoshiki_qr です。ハッシュタグはハッシュタグ yoshiki となっております。最後にお知らせです。この番組は YouTube にじスタチャンネルでのアーカイブ配信があります。更新は毎週火曜夜7時予定しています。おまけもついていますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。そして3月19日の2023年3月19日の日曜日に、番組イベントありますんで、詳細は追ってお伝えさせてください。ということでお時間です。中島よしき事情、お相手は中島よしきでした。バイバイ。中島よしき事情、この番組はにじスタの提供でお送りしました。ということで、中島屋敷事情第100回いかがだったでしょうか。この音声はアーカイブでお楽しみいただいているあなたに向けた放送後期的なものになります。いやー、200回ということは、本当に丸っと2年、この中島屋敷事情という名前になってから丸2年なわけですけど、なんか最近これね、なんか振り返りとかあるじゃないですか。こう100回やったとか、1年です2年ですとかって、今までに印象に残った回とかありますかみたいな、たまにこうあったりするんですけど、これ本当にこれ悩みなんですけど、マジで最近記憶がなくて、やっぱ毎日を一生懸命生きてる、いいように言えばね。いや、でもなんか覚えていられないというか、必要な情報が多すぎるのかもしれない。うん、てかもうやっぱ明日のことを、先のことを考えないと、こう回っていかない、自分がこう回っていかないから、なかなかこう思い出か、そうか、何があったかなって、こう俺はラジオもやらせていただいてるの、さっきあの番組の数が多いから、これはどこで話したんだっけなとか、うん、これどっかで言ったような気がするなって言ったのが、飲んでる時に相馬に言っただけだったとか、っていうこともすごいあるから、なんかすごいその頭のこう整理がつかないから、やっぱし早く年末年始休まないとなって思ってます。一回こう脳みそをこうリセットしないとっていう
こっちも本当記憶力悪いからさ。そうだね、俺も今よく考えたね。あ、そうだね、2回目って3回目かもしれないよ。いや、確かに。こっちもそうだし、俺なんか、ま、何でも覚えてないもん。いや、本当にそれは本当に、あの、矢島さんはもう本当に名前が出てこない。名前出てこない。記憶妄想かもしれないけど。いや、ほら、あれだよ、あれあれ。なんか欲しい、頭の中のアウトプットモニターが欲しい。だって絵は出てない。ブンブン、あの売れてる人、売れてる人。情報がねえなみたいな。っていうのがね、そうあるから。で、俺今年が結構そういうなんかね、あの、あんまりこう今までのらりくらりやってきたわけですよ。あの、忙しくてもなんか自分、まあ、容量はいい方なので、いろんな時間の使い方とかもそれなりにできる方だなと思ってるから、なんとなくこうのらくらできてたんですよ。でも今年、そのシンプルに1日が24時間しかないのがやばい。1日が50時間ぐらいあればできるのに、1日に24時間しかないから、もうあっという間に締め切りが来てしまうとか、っていうので、なんか俺結構人生で初めて精神的に追い詰められるっていう経験を何度か繰り返してて、あ、なんかそういう時のリフレッシュとか、一回仕事のことを置いておくとかっていう時間が必要な時期がさっき来たんですねってなったっていうのを、そういう感じで100回だから、なんか吉木もああいうことあったよねって言おうと思ってたんですけど、本当に一向に思い出せなくて。じゃあちょっと戻るけどさ、そういう時は今結構仕事が多いってことでしょ。まあそうですね、まあ、多くなっちゃって、はい、ありがたいことに。でもそれどうすればいいの、わかんない。だからやっぱあれじゃないですか、それこそ僕はどっちかというとワーカホリック気味なので、仕事をしてない時間がこうそわそわしちゃうんですよね。難しいよね。そう、休みの日でもそれでも休まなきゃダメなんですよ多分。仕事のことを考えないっていうのは無理だから、でも仕事をしない時間っていうのを作らないと。でもオファーがあった仕事はやっぱこれを受けさせていただくことも基本的には、はい、そうですね、まあ、自分でって、なんかたまにありますよ、何人かこう候補がいて、吉木さんもそのうちの一人なんですだったら、今回はごめんなさいと、スケジュール的に厳しいかもしれないんで、今回はじゃあその別の方も候補でいるのであれば、その方にやってもらうっていうこともできるかもしれないけど、いや、どうしても吉木さんでって言われたら、そりゃなんか頑張りますってやっぱ気持ち的にはなるから、でもそれでもなんとかどうにかこうにかなんかして、こういううまくバランスを取りながら、なんかね、衝撃、自分でもなんか言葉が、それこそ矢島さんじゃないけど言葉が出てこないとか、なんか なんて言うんだろう、この話したかったのに、なんかこう うまく単語が出てこなくて違うところに着地してるなとかっていうのがなんかね、そう喋っててショッキングからなんかそう余裕ないんだなみたいなのを、まあ良くも悪くもですよね。それはいいこともたくさんあると思うんですよ。仕事をできてるってことだし、それって別に悪いことじゃないし、難しいですよね。忙しい、俺はまあ俺のこの仕事量で忙しいって言って、もっと忙しい人もいっぱいいるだろうから、その忙しさって比べることができないんだけど、あーでもなんかでも一回ちょっとそのワーカーホリック的な考え方がちょっと ね変えられたらいいよね。そうですね。仮にさ、すげえ暇な時期があってもさ、うん、やっぱりそんなあんま好きじゃないタイプじゃん。好きじゃないですね。恐ろしい。恐ろしいと思うんですよ。そこがあるからさ、やっぱ仕事しちゃう。そう、仕事ない時期が長すぎたんで。ああ、そういうことか、うん、あの時代にやっぱ戻りたくない。戻りないですよね。ですよ。そういうことだよね。そういうことなんです。まあでもそれはやっぱ折り合いつけないと、それ自分の中自信にしていかないと、そんななんかちょっと休んだぐらいで仕事なくならねえよって、そんなのがいいよねえ思って、本当に今日こうやって今日話したこともすっかり忘れて仕事を詰め込むんだろうな。それではまた次回。